L 級潜水艦は、アメリカ海軍の潜水艦の艦級。アメリカ海軍における初の公用型潜水艦であり、当時の他国の潜水艦と比較すると大きく能力で、劣っていた。最初の艦は、ヨーロッパの戦争が始まる6ヶ月前に寄港したが、偽装に時間がかかり2年後まで収益しなかった。グループ1の艦は、大西洋で小艦隊に所属、活動する。 アメリカ合衆国が第一次世界大戦へ参戦後、フィラデルフィア海軍交渉で行われた、広範囲な改修は、アメリカ海軍が海洋作戦活動で受けた制限を反映していた。1917年11月に、本級は U ボートに対処するため、バントリー湾、アゾレス諸島へ送られたが、U ボートを沈めることはなかった。本級は一般に出力不足であったが、来た。 大西洋及びイギリス海域での偵察巡航では良好な耐久性を示した。第一次世界大戦後に L 級は西海岸、東海岸で新型魚雷及び水中超音設備の大焼け身を行い、その後1922年から23年にかけて退役・ワシントン海軍軍縮条約に従って1933年に廃棄された。 フォアリバー造船所建造収益、1916年4月11日、退役、1922年4月7日。フォアリバー造船所建造収益、1916年9月29日、退役、1923年5月4日。フォアリバー造船所建造収益、1916年4月22日、退役、1923年6月11日。 フォアリバー像選手建造収益、1916年5月4日、退役、1922年4月14日、フォアリバー像選手建造収益、1916年8月4日、退役、1923年5月4日、フォアリバー像選手建造収益、1916年8月2日、退役、1922年5月5日、フォアリバー像選手建造収益、 1916年8月15日、退役。1923年11月28日、レークトーピードボート建造収益。1918年2月17日、退役。1922年12月5日、カリフォルニア造船所建造収益。1917年12月7日、退役。1922年11月25日、 カリフォルニア造船所建造収益、1917年12月7日、退役、1922年11月15日、ポーツマス海軍交渉建造収益、1917年8月30日、退役、1922年11月15日、ありがとうございます。